ツーアウトランナーが一塁、ワンボールツーストライク、短い間隔です。山崎総一郎、バッターブロスソーに投げた、空振り三振、スリーアウト、試合終了。オリックスバファローズ、パ・リーグ3連覇なる。2023スポーツ総決算、オリックスナイト。皆さんこんばんは、 MBS アナウンサー井上雅夫です。2023スポーツ総決算、トリを飾るのはオリックスバファローズでございます。ナイターシーズンオフの MBS ベースボールパーク、土曜日能見敦のバファローズ通信でもおなじみ、このメンバーでお送りさせていただきます。バファローズ OB 能見敦さん、そしてバファローズファンで織姫チキチキジョニーの石原由美子さんです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、本当にオリックスリーグ3連覇ね、日本一連覇はなりませんでしたが、このリーグ3連覇ってすごいことですから。すごいですよ、はい、いやー、どこまで強くなるんやっていう ねで、まだまだ野見さん、これがいわゆるこうピークではなくて、もっと強くなる可能性。そうなんです。全然、戦力としてはまだまだね、はい、いっぱい課題はある中での、うん、それでも3連覇ね。いやこれまだまだ強くなっている。そうですね、伸びしろの方がかなり多いので、はい、チームごとメジャーに行くかもしれないです、ね、チームごとメジャーとか球団売買じゃないですか。それぐらい強く、はい、そうですね、なんかなっていってるなっていう感じです、うん、なんかどうですか、まあ、今日大晦日ですけど、1年振り返って今年やっぱこの選手かなって思うような印象的な選手、お二人どうですか。私は今年は何といってももうキャッチャー陣のもう相乗効果、はいはい、森選手の加入で、森選手が加入することによって、うん、ちょっと若月選手もなんかぐんと、うん、まあまあ、はい、もうなんかもう、まあ、刺激を受けてですね、刺激を受けてのところもあるんちゃうかな、うん、あと頓宮選手もぐんと、これ言うとね、これなんで今うってなったかというとね、うん、キャッチャーじゃないってまたね、能見さんがね、言い出すからあれですけど、で、なんかこう、で、またね、うん、石川選手も、はい、あの、ベンチで声出して、うん、で、もう、すごいこう、キャッチャー陣が、うん、こう、試合を、つくくる、つくくる、つくくる、はい。作る、うん、なんかこう、もうなんていうか土台になってくれたような印象ですね。野見、ね、うん、さんどうですか。まあでも、トング選手は大きいかなと。まあ森選手はね、やっぱり、はい、うん、いや、それだけの実力があって、入ってきたっていう。まあ期待通りの活躍。そうですね、はい。やっぱりしっかり結果として頑張ってくれたっていうのも、うん、もちろんあるんですけど、やっぱトング選手のね、やっぱ飛躍的な、うん、うん、ね、3割打者がこれだけ減った中で3割をキープして首位打者を取ったというね、やっぱその辺は大きいかなと、はい、あのこの番組はですね、事前にリスナーの皆さんに今シーズンのバファローズの印象に残ったシーン、プレー、選手を公式 X で募集させていただいております、うん、皆さんどういう、そうなんですよ、皆さんからね、あの試合もそうですし、ね、選手もプレーも含めてたくさん送っていただきまして、それを打者編と投手編に分けて紹介しながら今シーズンをたっぷりと振り返っていきたいというふうに思っております。で、後ほどラオ選手、杉本選手と頓宮選手に私がインタビューしてまいりましたので、うん、その模様もお聞きいただきたいと思います。それでは番組最後までよろしくお付き合いください。2023スポーツ総決算、オリックスナイト。能見敦とチキチキジョニー石原、そして MBS アナウンサー井上雅夫が AM1179FM906 MBS ラジオからお送りしています。さあ、今年の1年、リスナーの皆さんが選ぶ今年のバファローズ、今シーズンの印象に残ったシーン、プレー、選手、紹介しながら振り返っていきたいと思います。まずは打者編です。うん、では、メッセージを紹介していきながら振り返っていきたいと思います。こちら、大東市の高文さん。7月22日、ファイターズ戦、9回の裏、若月選手が打ったサヨナラホームラン。はい。こちらが、はい、まず上がっております。まあ、この試合は5対4。オリックスが日本ハムにサヨナラ勝ちというところなんですけれども、まあ、紅林選手のタイムリーで、同点に追いついて7回に、そして9回に、若月選手が、これ、ライトのポールの方に。はい、はい。ホットモットですね。そうですね。打ったホームランですね。まあ、でも、
若月選手、それこそ先ほど石原さんがお話になった、はい、若月選手も刺激を受けて今年はいい活躍があったんじゃないかと。しかもいいとこで打ってくれてる、はい、そうですよ、はい、ですね、うん、でこの試合私あの投手的にも、はい、なんかこうちょっと潮目だったなと思うのが、うん、先発が、はい、あやっぱそうですね、小木田投手、小木田投手ね、もともとだったんですけど、はい、私見に行ってて、はい、小木田投手がここで先発で勝ちはつかなかったんですけど、うん、まあ、ちょっとエラーが絡んだりとかして、ね、まあ、失点はあったんですけど、はい、素晴らしい投球で、はい、あこう先発、うん、また見たいなって思って、うん、この試合を終えたんですけど、はい、そこからの小木田投手のこうなんていうんですかね、うん、飛躍、うん、なんかこう一皮向けたという か, だからこの試合結構私潮目になる試合やったなって思うんですけ ど,、うんどね、あの2回に4点取られたんですけど、まあ、まあそれはまあまあエラー絡みというところもありましたけれども、はい、その後はだから、いわゆるリリーフが0点に抑えて試合をねこの接戦に持ち込んだというところですね。そういう投打が噛み合うというか、うん、はい、投手が頑張って、うん、ちゃんとそこ野手が応えてくれて、うん、の勝ちっていう素晴らしい、ね、あの勝ちを見せてもらった試合でした。はい、で私あの小野見さんと解説放送してたんですよね。そうです。はい、あ放送してました。そうなんです。これあの日、はい、いらっしゃってた三人いたってことですでしょ。そうです。よくいるんです。そうなんです。あの花火もね控えてた日ということで。そうですそうです。そうそう。ちょっと早めな試合で、はい、夕方に終わって花火をみんなで見ようという感じ。みんながもう頼もう気持ちよく花火が見たいっていう、はい、そう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 なんです。願いが通じた。こういうサヨナラホームランって本当にチームに勢い与えますね。勢いもそうですし、ね、でも4点取られるとすぐ3点貸してるっていうことね、はいはい、これもすごかったですね。ここはねあのやっぱ強いチームの特徴というかね、うん、取られたのをすぐねな何手か返すっていうのはね、はい、今年多かったので、まあ、何よりねこの時期はセデーニョ祭りです。そうですね。あそうです。このね7月はセデーニョが振れば打つ、うん、かわいい、ね、不動の4番でしたから、うん、そうです、はい。まあ、やっぱりだからそういうチームが苦しい状況の中、まあ森選手が怪我をしていない時に誰かがカバーをして、うん、でセデーニョ選手もそんなにまあずっとね、そうです、背上がりですけど、なかなか1年通してっていうのにちょっとこうしてくるとまた違う選手がカバーするっていう、これがオリックスすごいなと思うんですよ、はい、すごいんですよ、うん、これ今年だけじゃなくて、はい、ずっとこう、うん、もう強くなってっていうか、うん、ね、あの、3年ぐらい前から、はい、まあ、吉田正尚選手が、ちょっと怪我で離脱した時に、紅林選手が、すごい打ち出したりとか、うんうん。そう、助け合いですね。本当に、もう全員で勝つんですよね、うんうんうん。はい。さあ、続いてのメッセージご紹介しましょう。羽引きの市からいただきました、ラジオネーム、かなさん。今シーズン印象に残ったプレーは、6月27日、森友哉選手の人生初のサヨナラホームランです。あの日、宮城投手が先発で、同い年の佐々木朗希投手との投げ合いをしていました。8回3安打無失点の好投で、勝ち投手の権利を得たまま、8回でマウンドを降り、守護神へバトンタッチという流れだったんですが、9回にタイムリーを浴びてしまいまして、同点。ホームベース上で天を仰いで悔しがる森選手が未だに忘れられません。いつも負けたらキャッチャーのせいですからという森選手なので、宮城投手の勝ち投手の権利をなくしてしまったことが相当悔しかったのでしょう。その気持ちを込めて9回綺麗な人生初のサヨナラホームランを放ち、オリックスを首位に浮上させてくれました、うん。当日現地にいた森選手のユニフォームの私は、この場に立ち会えたことが本当に幸せでした。素晴らしい、ね、気持ちがこもったメール涙出そう、ね、もう1対0でね9回まで行くという非常にまあまあ本当に投手戦という状況だったんですが、9回にまあ追いつかれたものの、9回の裏にオリックスがさよならという試合でございました、ね、これで確か平野投手が、はい、カレーパン宮城君に、はい、ごめんなって言ってカレーパンを、なるほどごめんなの気持ちでカレーパンなんです。カレーパン、はい、ね、はい、カレーパンを渡したっていう伝説のカレーパンの日ですね、うん、でも意外ですよね、森選手がサヨナラホームランで打ってそうですけど、うんね、確かに初なんですって。これ、はい、今年サヨナラホームランめちゃくちゃ多くなかったですか、うんうん、そうですね、やっぱそう、やっぱ強いチームなのかなっていう、うん、そこを勝ち切るっていうのね、はい、うん、やっぱりあるんですかね、点取られたって言っ
次のもうここで終わったら負けるっていう時のアドレナリンとか、まあでも試合の流れなのでどうしてもでもすぐ取り返せたりとか、中盤まで粘ってっていうその勝つチャンスをずっと作ってるっていうチーム状況は、やっぱ強いチームの典型的な特徴なので、それがうまいこと流れていくんですよ、そっちにちゃんと。すごいです ね、うん、で森友哉選手も、まあ、今年の、まあ、あの契約更改の時にもっともっとこうコミュニケーション取ってっていうようなことをおっしゃってたんで、まだまだ来年じゃあもっともっともうバッテリーとしてどんどんレベルがこれ以上上がっていくんやなと思ったら、ここにもまたさらに強くなる要素が、まあでもオリックスの投手はコミュニケーション取りやすい子ばっかりなんですよ。本当素直なんで。難しい人いないんですね。その、はい、なんか変なプライドがあるとかではない。うん、本当に純粋に、まあ野手もそうですし。でも能見さん以外はみんな取りやすかったってことですね。そうですね、多分ね。言ってましたもんね。トング選手が来た時に、はい、首が振らないから分からへん。そうそうそう。本当。あれあれって言って、あれって言って。で、あの、うなずきもせずに投げ始めるから、あ、これだったんだ。基本はみんなそんなことない、そんなことないですけど、僕は僕なりにねキャッチャー の気持ちも組みながら、はい、まさかの意思疎通が通じない意思疎通できないからね。そうです、はい、まあでも森選手は本当に野球に対して真面目だと野見さんもね今年1年ずっと話されてましたよね。そうですね、やっぱその辺ってやっぱ試合でもやっぱ出るっていうかね、全然印象違いました。勝手なイメージなんですけど、西武時代の森さん、森選手って、まあちょっとこうね、まあ、明るめな感じの、そこまで深く考えない感じなのかなって、勝手に思ってましたけど。私もそうです。はい。もう全然、もう、いけいけどんどんみたいなね、はい。はい。キャンプを見に行った時にもうすぐ変わったんですよ。うん、すごい後輩に、丁寧にアドバイスされてる姿を見て、あれなんか、いや、怖いなと思って、このイメージ。はい。はい、そう、思い込み。思い込み。イメージはダメですね。もうダメだなって。はい、またこれ森友哉選手からも教えてもらいました。ね、もう勉強させてもらってばっかり。この前、頓宮選手のね、ロレックス、間近で見させてもらいましたけど、ね。金なんですけど、横にシルバーが入ってるんですよ。だからその、全部金だとちょっとやらしい感じがするんですけど、そのシルバーが入ってることで、これすごいつけやすいんですよ。どういう服装にも。だから、まあ、そこまで気遣ったかどうかは分かりませんけれども、その森選手のその後輩への気遣いとか、もちろんお金も出すっていうところを考えた時につけやすい、あえてそのシルバーが施されたものを選んだんじゃないかなって思ってしまうぐらい、これも勝手な思い込みなんですけどいい思い込みはいいですよね、はい、そうそうそう、はい、細やかな気配りができる方っていう、はいはい、いやかっこよかったですよ、あの腕時計はね。え、はい、光ってましたね。ちょっと腕まくってましたね。うん。そう、トング選手も。じゃあ見えるようにね。ちょっと見えるように。ちょっと腕まくって。いや、それは見せたいですよ。いや、あれを、はい、あ、もう、私からしたら、こう、ファンサービスかなと思って見てたんですけど、ちょっと見えるように、ずっとつけてくれてるっていう、ね。そうなんですよ。まあまあ、森選手は本当ね、来年2年目ですから、より期待できますからね。はい。はい。さあ、続いていきましょう。堺市の健太郎さん。今年のオリックス・バファローズの試合で印象に残ったプレーは、森友哉選手のホームランです。開幕前は吉田正尚選手の穴が不安でしたが、開幕戦で新加入の森選手の放った同点ホームランを見て、これはいけると確信しました。保守でベストナインを獲得し、ホームラン打点はチームトップ。攻守で素晴らしい活躍を見せてくれた森選手のホームランが特に印象に残りましたと。うん、まあ、これはもうベルーナドームの、もうこれは本当に開幕戦、痺れましたね。ここで打つかと。フルスセーブ相手。ねえ。もう、はい、私たちの森友哉だっていうね、はい、もう申し訳ないですけど、ただそれぐらい、はい、もういっぱい試合がある中で、でもこれ、開幕戦を選ぶぐらい印象にすごく、だって前の試合はどうしてもやっぱ記憶上薄れていきますからね、だいぶ前の試合は本当に全然前半戦の試合なんかね、はい、ね、あ、ね、そんなあったんだっていう。濃くなるんで、はい、やっぱ優勝争いとかなるので。それでもなおやっぱり印象に残るというのが、この9回の同点ホームラン。これすごいですよ。いや、これ素晴らしかったです。はい、ね、これはもう本当に、ここで、はい、もう今年の優勝が決まったといっても、
過言ではなくないですか。なくないですね、それは。言い過ぎ。でもやっぱり高橋光成投手も良かったんで。良かったですし、ね、まさかのね、山下俊平太投手開幕投手っていう。そうそう。本当にこれもいろんな意味で、すごく印象に残る。だって打たれた青山投手ががっくり、まあ、ルーキーですよね、青山投手ね。そうですね。そう。で、大抜擢ですよ。それはエースの後を任されて大抜擢で、それを捉えて森選手が、なんかもういろんな情報が多すぎて、そうですそうです。はい。これすっごい印象的ですよ。いっぱいドラマが詰まった試合ですよね。森選手も青山投手のことを知ってるわけではないし、うんうんうん、初見のね、ボールを打つっていうところも、ね、いろんな要素が、でもこれでもう結局勝ち切ったっていう。そう。宗選手が最後に打つっていう。こう、はい、まあ西武のファンの方とオリックスファンの方のこの気持ちの、うん、まだこう、こうどっちとも消化しきれてないところで、そうなんですよ、うん、このこっち側のドラマもあるし、うんうん、そうですね、はい、だから多分西武ファンからするとこの森選手のホームランを見て、あ、オリックスに行ったんだなって本当に思ったと思います、うん、あ、でもそれはあるかもしれないです、はい、これはもう逆にあの、まあ、伏見トライ選手にヒット打たれた時に、はい、もう敵だって思うのと、うん、はい、まあ、それはもう嫌いとかじゃなくて、うんうん、気持ち少し吹っ切れて、ね、あ、で、うん、あのね、ファイターズのファンの方がわーっと喜んでるの見て、うん、そうか、うん、もう愛されてるんだみたいな、なんか元カノみたいな気持ちになるって、もともとはうちやでってでももういつまでもそんな、なんかもう、はい、そんなもう、はい、もうよその人やから、うん、みたいな、今はもう違うのでも元はうちやね。そうそうそう。ね、なんかその葛藤 ね、 そうですね。心の中では応援してるけど、はい、拍手はせえへんで。うん、そう。表だってはせえへんで。でもね。せやけど幸せ。祈ってるで。ね。そういう感じですね。さあ、続いていきましょう。徳島県徳島市からいただきました、彩香さん。今年一番印象に残った試合は、6月28日、ロッテ戦の杉本選手のランニングホームランです。おー、出た。体が大きいのに走るのが早いラオウさん。すごーい、行けー、行けーと、叫びながら見てました。はい。こちらの内容に関してですね、徳島県徳島市の和樹さんからも、メールをいただいておりました。いや、これ珍しいですよ、まあ。試合はね、もう10対0という試合だったんですが。ランニングホームランはまず見ることがほぼ確率的にないですね。宗選手のだけですかね。はい、そうですね、ありましたね。はい、うん。ありましたよね。ね、宗選手ってありそうじゃないですか。そうそう、ありそうですね。そんなね、宗選手には、はい、申し訳ないですけど、はい、あの、まあ、ちょっとこう、細りしてて。まあ、うん、足が速いし。足速いし。打球次第ではと。そうですね。ラオ選手がね。ラオの場合は、外野もちょっと下がるでしょうし。うん、そうですよね、うん。やっぱその確率的にはすごい低い中でのホームラン。まあ、足はね、もともと速いんで、うん、確かに。そうですよ。めちゃめちゃ速いですよね。もうまだ上で、ね、一軍に出てない頃ね、僕は阪神の頃は二軍で試合も出てた選手なので、はい、細かったですし、うん、ただ身体能力がもう、本当えげつなくて、競技間違えたんちゃうかって。なんか、十種競技とかに行ってもおかしくないですね。他のスポーツでもちょっと体制しそうな感じ。そうそう、はい、だからもうこれもちょっとあの、ラオウさんがバーって走ってる後、あの、ちょっとセデーニョ選手が走ってるとこ見たら、うん、なんかちょっとこう、あの、時効おかしになったから、もうちょっと頑張って走ろうみたいな。もうちょっと。あれ、スロー再生になったんですね。いや、でも、体の大きさ一緒なんで。セデーニョ選手の方が、現実なんで、はい。そうですよね。まあそうですよね。そうなんですよ。はい、だから、うん、セデーニョ選手にとってはちょっと不利なんですよ。うん、あの、ラオウ選手の後ろに行くと、うんうんそうですね、ほんまにそうです。スロー再生見てるみたいな気持ちになるんですよ。0.7 倍再生みたいなのがね。もっと走らーってなるんですけど、走ってはるんですよ。ね。そうです。ラオウさんが早いだけ。そう。だからこそこういうことが起きるというね、うん。はい。形でございます。さあ、お知らせを挟んで、投手編に参りたいと思います。2023スポーツ総決算オリックスナイト、梅田茶屋町のスタジオからお送りしています。2023スポーツ総決算オリックスナイト、能見篤史とチキチキジョニー石原、そして MBS アナウンサー井上雅雄が AM1179FM906 MBS ラジオからお送りしています。
リスナーの皆さんが選ぶ今年のバファローズ、今シーズン印象に残ったシーン、プレー、選手、続いては投手編、守備編でございます、うん、皆さんのメッセージご紹介していきましょう。こちら千葉県八千代市からいただきました高大さんです。2023年9月9日、 ZOZO マリンスタジアム、山本由伸投手、千葉ロッテとの試合で自身2回目のノーヒットノーラン達成。現地で見ていましたが、最後まで150キロ台のストレート、圧巻でした。また大リーグの関係者がバックネット裏で偵察する中で、とても素晴らしい度胸だと感じましたと。はい、これはもう本当に、それこそね、ラオ選手のホームランも出ました、うん、この試合勝たなきゃいけないと本人も言ってました。スリーランを払った試合なんですが、ノーヒットノーラン2度目、2度目、これはすごいです。2年連続ですからね。すごい。いや、でもすごいんですけど、はい、この番組でも前言ったんですけど、すごーって思いながらも、まあやるやろうな、ね、だって山本由伸だものっていう気持ちもありながら、ね、そうですね、うん、やっぱりすごい、うん、何がすごいって、その大リーグの関係者の方が、もうだから明らかにも来年メジャーでプレーをするというのは分かった上で見に来てて、そういう時って多分ね、はい、60% ぐらいしか普通の波の人はね、力出せないと思うんですよ。だっていいとこ見せたいわけですからね。そう、はい、それをね、うん、もう、うん、ノーヒットノーラン達成ね、知ってますよね、もちろん誰が見に来てるかっていうのは知ってると思いますよ、うん、っていうかずっとついてるんで結局は、はい、スカウトは、うん、そう、日本担当がいてるので、はい、で、いわゆるその現地の本当にもうオーナーレベルとか、重役が来るっていう時はやっぱり話題にはなると。だって重役オーナーレベルが来てるんでしょ、はい、GM レベル。GM が結局来てたんで。そら緊張しますよ、普通は。うん、そらだって、ね、もう言ったら、行きたい会社の社長が見に来てる。面接と一緒ですやん。はい、そうなんですよね。はい、そこで、石田さん 100% 発揮してください。無理です、もうタンからむしね、あの喉イガイガするしね、声もちっちゃなるしね、何にも笑い取られん。でもそこで結果を出すっていうのはやっぱスターですね。私だからこ、うん、もうね、これが放送される時にはきっと決まってるかも。そうですね、けど可能性はありますよね。可能性はあります、うん、私この時にあヤンキースかなって、うん、思ったんですよ。なぜなら、はい、山本投手言ったらあの、うん、オリックス入る時もそんな1位とかじゃないじゃないですか、はい、4位だったと思うんですけど、はい、なんかねオリックスの、まあ、言ったらスカウトの方が見に行く時すごく調子が良くて、うん、他の方が見に行くと雨降ったりちょっと怪我してたりっていう都市伝説があるんですよ、はいはい、そういうご縁があるんですね。これが本当かどうかは分かんないですよ、はいはいはい、そういう都市伝説があるんで、うんうん、なんかそういうこう次に行く、うん、球団の視察の時にはいいピッチングをする、いいピッチングをするっていうのがなんとなくあるので、はい、で、まあ、この日はキャッシュマン GM が来てたと、はい、で私はこれを見て、はい、あヤンキースに行くのかなって思って、うん、でユニフォームがまた似合いそうですもん。似合いますね。ピンストライプがすごく似合いますよね。ね、山本投手って。サムライもそうじゃないですか。そうですね。で、オリックスも、いわゆるそのね、バージョン変えた時っていうのは。はい、やめてください。縦縞が似合うみたいなやめてください。いや、でも、ピンストライプ。まあ、ピンストライプ。そう、縦縞だと、阪神によるじゃないですか。ピンストライプです、ね。ピンストライプ。今年のオリックスの、サードユニ。はい、めちゃくちゃ似合ってましたし、ね、そう、まあ。すごく似合ってたな。はっきり言って何でも似合うんですよ。まあまあ、確かにね。うん。うん、何でも似合うんですけど、なんか帽子がもうなんか NY に見えてきましたもんね。帽子のロゴがね。NY、ね、山本の Y みたいな、ね、まあもちろんどこに行くかね、それは もちろんその契約次第ですけどね、山本由伸が投げてジャッジが打つ、はあ、こらとんでもない、こりゃとんでもないことですよ。いやー、まあでも、うん、どこに行くのか今は分かってないです、ね、本当に分からないです、ね、さんもしかして知ってるとかはないですよね。いや、ないですね、僕も分からないですね、うん、まあ、決まってないんで ね、今は今放送大晦日なんでその時にはもう分かってるかなとは思うんですけれども、はい、ただまあ山本由伸投手のノーヒットノーラン、こちらのメッセージをいただいております。さあ続きまして、東大阪市のラジオネーム高井田ビーフさん、
初めてお便りさせていただきます。8月18日のファイターズ戦、一番印象に残っております。試合はもつれて延長12回の表2アウト2塁、ピッチャー山岡投手、バッターは代打の郡司選手。郡司選手が鮮やかに流して右中間へヒット。それを茶野選手がなんとか追いかけて捕球したので、ちょっと緩い返球、それを見てランナー江越選手がスタート。そこを中継のショート大城選手が日の出るような爆速バックホーム、森選手が本塁タッチアウト。うわーすごいの見た、さあこっから逆転やと我々も意気込みもマックスだったんですが、試合はその裏に2イニングス目になる田中正義投手の全球初球打ちの三者三球で終了。12回引き分け、お疲れ様でした。複雑ながらも鮮やかな気持ちで野球場を後にしました、ということでございます。はい、これはもう京セラドームの試合なんですけれども、1対1、まあでも本当にこのなんて言うんですか、茶野選手の返球がこうちょっと緩くなってしまうのはもうね、必死に追いかけて取ってなんとか中継に返した、はい、それを大城選手が、いやー素晴らしいですよね。やっぱ途中からね守備で、うん、出ることが本当に多い選手なんですけど、うん、そのやっぱ存在感を見せるプレーですよね。そうですね、うん、物静かな男なんですけどね。そうですか、物静かなんですか。静かですよ、うん、大城浩二君は。結構なんかイケイケな感じかなって、勝手に、うん、これ勝手な想像ですね。そうですね、また、はいはい、静かなんですよ。でもね、本当はね、ずっとスタメンで出てほしいなって思ってて、うん、もう小田裕也と大城浩二は静かなんです。もっとアピールしないとってことですか。なるほどね。ただ途中で出てもうすぐにボールが飛んできても、うん、この守備するっていう、うん、めっちゃうまいですよ、うん、もうセカンドで出てもショートで出ても守備範囲も広いし、ね、どこでも守れるんで、うん、外野もできますし、うん、あ、外野も、外野もしますよ、たまに。本当に、困った時には、うん、もう本当に困った時の大城頼み。そうです、はい、残ってくれてありがとう、うん、ね、そうですよね。私もこれ終わって一番の心配事だったんです。大城選手がどこにも行きませんように、うんうん、これね、もういいですよ、もうね、もう権利やから。でも行ってほしくないなって思ってて、残ってくれてありがとうございます、うん、ね。でもこの試合2回に1点ずつ取っただけで、その後0点ですから。そうですね、すごい試合ですよね、これもね、これもこれで、うん、この時の山岡投手、はい、えぐなかったですか。まあでも延長3回、うん、そうですね、無失点、はい、すごい。なんかこういう使い方ができるから、後ろでもやっぱりね、貴重な存在なわけですよね。そうなんです。1イニングじゃなくて、うん、私この日たまたま隣の若い可愛らしい女の子が隣にいてて、はいはい、2人組の、はい、でその人がMVS の、うん、こう番組でお世話になってる作家さんのめいっこちゃんやったんですよ、たまたま、はいはいはい、ね、山岡投手の大ファンで、はい、うん、でも出てこないかなって、うん、出てきてほしいなって、うん、これ延長になったら、はい、出てくるで、うん、知らんけどって言ってて、うん、出てきて、はい、なんかすげえみたいな感じで一目置かれたんですね。さすがですね。まあでもやっぱこういう本当に結果1引き分けですけど、それをそういうふうに持ち込めたっていうのがシーズン通して考えるとやっぱ大きいんですよね、うん、大きいですよ。もう143試合の中でね、はい、やっぱその1個、うん、1個のその試合で流れが変わることももちろんあるしっていう、はい、うん、まあでもやっぱ一生懸命やってる結果もそうですし、なんかね、そこでパフォーマンスを発揮できる環境っていうのもやっぱり強みかなと、うんうん、そうですね。まあ、不安な部分が出るよりもいい方が出るという、そうです、そうです、まあ、中嶋監督の起用ですよね。そうなんです、はい、この日思いましたもん、まあ、負けなかったからっていう、うん、そうですね、確かにこの最後、ね、3球3アウトそれもそれで面白いですそうなんです、ってみんなでその流れでいくとさよならかってね、期待するね気持ちはもちろんあるんですけど、あ、まあまあそうはうまくいかんよねっていう、ね、はい、まあでもね、はい、私も思い出に残る試合ですね。まあなんか、はい、早く帰らなあかん人もおるしな、うん、みたいな言いながらもね、はい、そうですね、最後巻くっていう、ね、続いては、羽曳野市からいただきましたラジオネームおけいさん。
私が今シーズンで一番印象に残った選手は石川遼選手です、うん、開幕当初は正直まだあまりよく知らない選手だったんですが、最前線で応援して誰よりも喜んだり声をかけたりしているのがいつも目に入り、シーズンが進むにつれてどんどん気になる選手になっていきました。おそらくオリックスファンで石川選手のことを嫌いな人はいないんじゃないでしょうか。私は山崎颯一郎選手のファンですが、試合に勝った時など石川選手に、干すね、ハイタッチをするところを見るのがいつも楽しみでした。選手の皆さんもだんだん石川選手のお出迎えがないと寂しくなってきたと言われていたし、異例の声査定もありましたし、選手もファンも球団ももう石川選手がいないオリックスは考えられなくなっていると思います。私は本気で今シーズンの MVP は石川遼選手だと思っていますと。はい、まさに石原さんと同じ意見ですよ。はい、本当にどんな選手かなって、すごいイケメンで、うんうん、この顔のタイプやとなんかスンとした感じかなって、ちょっとこう澄ました感じでね、これも良くないですね、はい、勝手な思い込み、はいはい、思い込みは良くないです。本当にもう、はい、まずそのベンチもそうですけど、新しく入った選手の方に、うんうん、はい、とか外国人、スケート外国人の選手の方に常に誰と喋ってるかなって見ると、うんうん、石川選手なんですよ、ね、それも練習中とか見ると、うん、ね、広岡選手が途中で加入されましたけど、うんうん、練習見に行って初めての日ですわ、はい、誰が喋りに行こうかなと思ったら石川選手でした。すごいとこ見てますね暇か言うてね、いやいや、やっぱこれが真の織姫ですよ。そうですね、はい、ああもうこの石川選手は、うん、こういう、もう自分も入ったばっかりやけど、これは素晴らしいなって、ね、そうだから本当にその数字という部分では、成績のね部分に何か反映されることはないんですけども、はい、やっぱり他の選手にいい影響を与えるってい う, そうです、ね、これは本当大きなことですもんね。うん、はい、だけどやっぱりキャッチャーの姿も見たい、うん、そうですね、うん、まあ、そこはでも激しいねポジション争いがあるということで、まあ来シーズン以降は本当にね、そのせ、まあ、いわゆるキャッチャーとしてもどうね、活躍するのか、はい、楽しみにしたいと思います。はい、たくさんのメッセージ皆さんからお送りいただきました。本当にありがとうございました。さあ今年のバファローズ、いろいろ振り返ってまいりましたけれども、お知らせの後、ラオウこと杉本選手、頓宮選手のインタビューをお届けします。2023スポーツ総決算、オリックスナイト、能見篤史とチキチキジョニー石原、そして MBS アナウンサー井上雅雄が AM1179FM906 MBS ラジオからお送りしています。お送りしていますスポーツ総決算オリックスナイト、ここからはこの方々にお話を伺います。オリックスバファローズの杉本選手、頓宮選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、オフシーズンに入りましたけれども、今年の1年なんですが、改めまして杉本選手、リーグ3連覇そして日本シリーズも終えて、今このオフはどんな風にお過ごしですか？そうですね、僕まだ足手術してリハビリしてるんで、はいはい、まあ、トレーニングしたりっていう感じです、はい、結構ファンの皆さん怪我の具合を心配されてたんですけれども、まあ、なんとか日本シリーズに、まあ、強行出場というような形で出られたと思いますが、あの当時は足首の状態ってどうだったんですか？そうですね、もうあの時は足首の腱を脱臼していて、はい、最初はもう日本シリーズも絶望みたいな感じで言われたんですけど、はい、まあ、トレーナーさんであったりいろんな方のサポートのおかげでなんとか出場することができました。はい、はい、実際、ね、2連覇を目指した日本シリーズだったんですけれども、グラウンドで思うようなプレーというのはどうでしたか？怪我との、ね、兼ね合いもありますが。そうですね、もう守備の時とかはもう全然動けてなくて、はい、飛んできたらやばいなっていう感じだったんですけど、うん、飛んでこなかったんで、はい、持ってるなと思いました。はい、はい、その後手術されて今はどんな状況ですか？足首は今はもうギブスも取られてサポーターで、まあ、練習してるっていう感じで、はい、この前ティーバッティングしたんですけど、はい、もうその日本シリーズの時より強いスイングができるようになりました。あ、そうですか。はい、まあでもその怪我の具合っていうのはちょっとね不安な部分もちろんあるかもしれませんが、もう来シーズンに向けてはいい状態で臨めてるっていう感じなんですね。そうですね、まあ、はい、焦りすぎず、はい、まあでもいい練習1月にできるようにやってます。でもオフも忙しいんじゃないですか？まあでも、はい、野球教室とかそういうイベントはちょくちょくあるんですけど、はい、まあいいオフを過ごせてると思います。はい、頓宮さんは、はい、日本シリーズを終えてから、まあ、はい、オフに入りましたけれども、はい、今どんな風にお過ごしですか？まあ休んで、はい、またゼロから体を動かすっていうのが
ちょっと僕はその嫌いなんで、まあ、すぐにトレーニングは始めました。シリーズ終えてちょっと休んだのか、それももうほぼ休まずに、まあ、1日次の日休んで、はい、まあ、その次の日からまた、まあ、ウエイトトレーニングはやってます。はい、今年のオフは例年と違ってこう過ごしたいなとか、例年通りな部分とか計画的にはどんな感じですか？いや、計画はないですけど、はい、まあ、多分、まあ、性格的に多分練習しとかないと気持ち悪い、体が嫌なんで。ああ、そうなんですね。だから毎年結局はウエイトをして、はい、まあ、バッティングしてっていう感じで練習はやってます。でも、もう本当に今の野球界って、まあ、オフ休む人ってほとんどいない印象なんですけど。そうですね、はい、いないですね。ですよね。周りチームメイト見ても、まあ、特に試合で出た人が練習をするので、はい、それを僕らは見て、あの人がやってるからもっとやらないとっていうのを多分それは感じてます。はい、まあ、自主トレ含めこのオフの期間も今結構、まあ、チームの垣根を越えていろんな選手とこうトレーニングしたりとかっていうのはありますけど、トングさんどうですか？いや、僕はもうトレーニングは自分でやって、まあ、1月の自主トレは厚尾の松田さんと、はい、一緒にやらせてもらうんですけど、はい、まあ、そのトレーニングも、まあ、結構走るので。おお、そうなんですね。ランニングトレーニングメインなんで、はい、で昔はチームメイトとか、まあ、合同でやったりっていうイメージがあったんですけど、こうなんかきっかけあるんですか、こう自主トレを一緒にするかどうかっていうところっていうのは。まあ、僕は松田さんもう1年目からずっと松田さんやらせてもらって、はいはい、大学の後輩になるんで、はい、もう1年目からお願いして、まあ、そこでやっぱ松田さんにみんな憧れというか、うん、松田さんの姿を見てみんなもう寄ってきたっていう感じですか。どんな方ですか、先輩として人として。いや、もうあのままですねもう、はい、明るくて練習中とかもう、はい、一切しんどいとか言わないですし、もうずっと明るく声を出して、はい、まあ、夜もしっかり食事もみんなで取らせていただいてるんで、まあ、本当に朝から晩まで勉強になることばっかりです。本当にもう見た感じの熱そうのまんまなんですね。そうですね、はい、はい、ラオさんはどうですか、オフの自主トレであったりとか、まあ、この自主トレ前の期間、いろんな交流であったりとか、まあ、もしくはご自身でやるとか、そのあたりの計画はどうでしょうか。そうですね、僕まだリハビリがあるんで、はいはい、きっちり直してからやるっていう感じで、まあ、一旦大阪でやろうと思ってます。イメージ的にはどうですか、まあ、キャンプまでになんとかという感じでしょうか。ドクターにはもう2月にはもう万全に治ってるって言われたんで、はい、そうなんですね、はい、じゃあもう2月からもうチームに合流してと。そうですね、もうフルメニューをちゃんとこなせるように、はいはい、直していきたいと思います。はい、改めて今年はもう阪神もリーグ優勝しましたので、三宮と大阪と両方でパレードが行われましたけれども、本当に100万人集まるってすごい雰囲気だったんですが、改めてお二人、まあ、沿道にいる人たちに、手を振ってるあの時間っていうのはどんなお時間でしたか。やっぱり優勝してよかったなって一番思える瞬間で、はい、先に御堂筋行って、はい、後から三宮行ったんですけど、はい、まあ、前半で三宮の方を阪神が回ってたんで、うん、まあ、その後僕らが三宮に行って、はい、あんまり人がいなかったらどうしようと阪神が終わった後に、はい、どうしようと思ってたんですけど、はい、もうめちゃくちゃたくさんのファンが見に来てくださって、はいはい、とても嬉しかったです。はい、どんぐるさんどうでしたか、あの景色は。まあ、去年もやったんですけど、もう何回やってもすごいなと思います、ね。来シーズンって考えると、もちろんその、報道では、まあ、いたチームメートがいなくなる可能性もありますけど、新しく加入するチームメートもいます。西川選手が広島から加入するわけなんですけれども、お二人、まあ、同じ野手としてどんな印象をお持ちなのか、伺いたいなと思っておりますが、杉本選手はどうですか。そうですね、僕も話したことなくて、はい、初めましてになるんですけど、はい、いいバッターっていうのはもちろん知ってるし、すごい頼もしい人が仲間になるという気持ちでいます。はい、はい、今年、まあ、森選手がね入って、でまたさらに西川選手も来シーズン入ってくるということになりますけど、どうですか、オリックスのこのチームの仲がいいねってファンの皆さんがすごく言うんですけど、ラオさんどうですか、こうチームの雰囲気作りなのか、もともとの雰囲気なのか、新しい選手を迎え入れる上でオリックスってどんな感じですか。そうですね、その他チームがどんな感じかっていうのがあんまりわからないんですけど、はい、まあ、基本的に先輩後輩みんな仲いいというか、あんまりいい意味で気を使わない、はい、野球がしやすい環境があるチームだと思います。トングーさんはどんな印象ですか。トングーはもうムードメーキー、はい、メーカーで、はい、練習も試合もずっとふざけてる感じです試合もですか。やばい、試合もふざけてますね。やばいやつ今ね、ご自身がやばいやつだって
どうですか、そう先輩からのそういうお話っていうのは。ふざけるというか、はいはい、そのベンチの声とかは雰囲気、はいはい、勝ってても負けてても、まず監督とかも結構ベンチとかで声出してくれるんで。そうですか、はい、はい、まあ、それで僕らが乗っかって声出せてる雰囲気を、ふざける雰囲気を出してくれてるっていう感じはあります、うん、なるほど、はい。ラオさんはどんな印象ですか、ドングーさんから見たら。ラオさん、はい、ふざけてはないですね、試合中は、うん、めっちゃ真面目ですめっちゃ真面目、はい、ちょっと対照的な意見になりましたけどね、はいはい、まあ、でも、トークさん、あの西川選手が入ってくる、はい、まあ、もちろん戦力としてもそうなんですけれども、同じ野球選手としてどんな印象を持ちですか。まあ、僕も、まあ、リーグが違うんで、はい、その映像とかしかあんまり見たことないですけど、すごい球を打ったり、うん、あ、そうですね、すごいバットの角度で打ったりするので、はいはい、まあ、天才って言われてますけど、まあ、絶対考えて練習してると思いますし、まあ、そういうとこはやっぱりまた聞けたらなと思ってます、はい。まあ、加入する西川選手というところでいくと、まあ、すでにチームを離れることが決まっている山崎福也投手、これ同じリーグなんでお二人対戦する可能性が大いにあるんですよね。どうですか、ラオさん、対戦は楽しみな部分なのかどうなのか。いや、楽しみですね、はいはい、めちゃくちゃ仲も良かったですし、はいはい、あの年も近いんで、あの話す機会も多かったんですけど、はい、まあ、寂しいですけど、うん、来年からは敵チームで対戦することが多いと思うんで、はい、まあ、幸也とあのキャッチャーのトライさん、ね、ややこしいのはトライさんなんで、はい、トライさんにはちょっと気をつけたいなと思いますそうなんですね、はい、まあ、だからバッテリーと対するわけになるんですよね。そうですね、はい、厄介な部分ってどんなところなんですか。ややこしいですね、もう後ろでいろいろ話しかけてくるんで、はいはいまあでも、はい、面白いですけどね、はい、仕掛けてくるんですね、はい、もう思わず笑っちゃうようなこととかもいっぱい言ってくるんで、あの人その関西住んでる時西宮ガーデンズよく行ってたんですけどあの最近ガーデンズ行ったとかそういう話してくる結構プライベートな話よ、はい、なるほど、はい、まあ、真剣勝負の場ですからね、はい、面白いですよでも、はい、トングーさんどうですか、話しかけられたいっていうのは。いや、ないです、多分人見てます、トライさん。そうなんですか、うん、まあ、あんま、ふざけた話はしてこないですよ。なるほど、まあ、ファーストとかでは話はしますけど、はい、うん、トングさんは山崎投手との対戦っていうのはどうですか。まあ、いろんなことするのめっちゃ器用なんで幸也さん、はい、クイックしたり、はい、長く持ったり、それもややこしいなと思ってましたね、うん、だから味方の敵は、まあ、味方でよかったなと思ってました、ね、うん、なるほど、はい、敵にするとちょっと厄介だなと。嫌ですね、うん、はい、あのさっきね、ラオさん、まあ、年も近いしっていうお話がありましたけど、移籍が、まあ、まあ、まあ決まる前ですか、その前後で何かこうお話しされたりとかっていうのはどうだったんですか。いや、まあ、どこ行くんとか、どこが何円とか話あんのかとかあのめっちゃ聞いてたんですけど、はい、あの固くなに何も教えてくれなかったですまあ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 とか言って、はいはい、まあ、でも複数ね、はい、声がかかってるっていう情報ありましたからね。そうですね、なんかめちゃめちゃ人気になってたんで、はい、ですよね、はい、FA ってやっぱ夢あるなって思いましたまあでも本当にね、森選手もそうですし西川選手もということで、まあ、来てくれる選手もね、いるという中で、さあ来年はもう戦いとしてはリーグ4連覇に向けての戦いになるんですけど、改めてラオさん、どんな1年にしたいですか来年は。そうですね、パリーグなかなかもうどのチームも強いんですごい難しいことだと思うんですけど、はい、やっぱりまた4連覇して優勝パレードしたいなって思います。はい、トングさんどうですか。はい、まあ、この4連覇目指せる前は A クラスにもなかなか行くの難しいチーム状況だったんですけど、はい、まあ、今はその優勝優勝優勝なんで、もう本当に強いチームに折れて、あの、まあ、そこでまた試合に出れるようにまた4連覇に貢献したいなと思ってます。まあ、現時点ではまだどうなるかは決まってないんですけど、山本投手とも、ね、はい、離れる可能性もありますけど、はい、そういう意味では来年チームとしてはどんな戦いをしたいですか。まあ、チームとしては、はい、いなくなった分誰かしらピッチャー頑張ってもらって今いいピッチャーいっぱいいるんで、はい、なかなか穴を埋めるというか難しいかもしれないですけど、まあ、みんなで頑張れば必ず埋まると思うんで、はい、みんなで頑張りたいなと思います、はい。ではスタジオに能見さんと石原さんもいらっしゃいます。で、まあ、ラジオを聞きのリックスバフォローズファンの皆さんもいらっしゃるんで、最後に一言ずつメッセージだけお願いできますか。来年も頑張るので応援よろしくお願いします、あと能見さん差し入れまた待ってますはい、ではトングさんお願いします、はい。能見さん、いつコーチやるんですかチキチキジョニーさん、今度ご飯行きましょう。オリックスファン、
また応援お願いしますありがとうございました。ということでオリックスバファローズの杉本選手、頓宮選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。来シーズンも期待しております。お二人良いお年をお迎えください。ということでお二人のインタビューをお届けいたしました。ラオ選手も、もう足首の状態も本当に良くなっているということなので、うん、これ聞きにくいんですけど、よくねこう野球のこっちの仕事から、まあ、コーチ的な仕事に、はい、いつかは戻るとかって、はい、そのね100ゼロとかじゃないですけど、そういう可能性とかはまあなくはないですけど、でもコーチ業もそうですけど、これは縁と、いたからだからなれるとかじゃなくて、その関係性もそうですし、いろいろあるので、そこってそうですね、まあお声がかかって、うん、その時のタイミングっていうね、そうです、こっちがね、うん、やりたいですではないので、うん、いやまあでもやってほしいと思って、うん、ねファンの皆さんやっぱそういう声を、うん、いやいや、ただこれね、能見さんがね外でこうやっていろんなことをお話ししてくれてるのが、うん、続けばいいなっていう。どっちを取るかですよ。だから石原さんもタレントではい、ご回答いただきました。お願いします、はい、ということでオリックスバファローズ頓宮選手、杉本選手のインタビューの模様をお届けいたしました。お送りしました2023スポーツ総決算オリックスナイト、あっという間にお別れの時間となりました。まあ球団のもちろんその歴史もありあるかもしれませんけれども、そのオリックスのファンということで、確実にそのファンフェスタのお客さんの数であったりとか、はい、そうですね、あのそれこそすごいですよ、オリックスファンのその熱量というのは。そうですね、はい、その辺は本当年々大きくなっているので、ね、もうちょっと大きくなってもいいかなと。そうですね、もっともっとこれが広がっていくと、あーもうチケット、うん、取りにくいわって今なっちゃってるのが、うん、ちょっとなんか複雑な気持ちなんですけど、うん、もうあのガラガラの時には戻ってほしくないで、うん、あそうですね、うん、すごくその時からも魅力のあるチームだったし、うん、なんでって思いながら見てましたけど、うんね、やっぱりいっぱいのお客さんの中でこれからも試合してほしいなって、はい、そうですよね、思います。今回番組メッセージを送っていただいた方の中から杉本選手、頓宮選手直筆サイン入りタオル、さらには T シャツ、そして2024オリックスバファローズカレンダー、それぞれをお一人にプレゼントさせていただきます。まずはカレンダーですね。当選されたのは茨城市にお住まいの山内康江さんです。続いて T シャツなんですが、当選されたのは東京都豊島区にお住まいのいっちゃんのかかさんです。そして最後にタオルです。当選されたのは徳島市にお住まいの高橋和樹さんです。おめでとうございます。ということで能見さん、石原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしてまた来年もよろしくお願いいたします。では皆さん、良いお年をお迎えください。この番組は百選町大気屋、住友林業グループの住林ケアライフ、コンテナ市場、新田創造社、エディオン、やっぱりカンピーネでおなじみの加藤産業の提供でお送りしました。